you've been through, why you got scars. Since you walked through the door, I've been trying to reach you. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over. せーの、こんにちは、りなです。今回は5日間の恒例 Vlog。 はい、ということで、すごい久しぶりすぎる企画だと思うねんけど、今東京にお仕事で来てて、でですね、なんと本日はディズニーランドに行きます。ちょっと時間ないから日焼け止め塗りながら喋りますね。何日か前にファンタジースプリングスがオープンして、で C 行こうかなって思ってんけど、めっちゃ人多そうやん。混み具合が若干落ち着いてきてからでもいいかなっていうので、あと前行ったのが C やから、え、だからランドいつぶりっていうくらい久しぶりなんやけど、ランドに行きます。しかも今日めちゃくちゃ暑いらしくて、もう日焼け対策バッチリでやっていきます。で、あとはもう着替えたら終わりって感じなんやけど、コーデをちょっと悩んでるので、悩みながら決めていきます。まずな、このチュール着たいなって思ってて、でデニムにしよっかなって思っててんけど、昨日おとついか GU でさ、めちゃくちゃ可愛いパンツ見つけて、この黒いパンツなんやけど、薄めで涼しそうやし、めっちゃいいやんと思って、これを合わせよっかな。じゃん、こんな感じ。どう？でもな、やっぱディズニーでミニーちゃんのカチューシャしたいなと思ってんねんけど、赤のカチューシャするんやったらさ、バッグ赤で合わせたりしても絶対可愛いよな。可愛いよな。このさ、白 T じゃなくて赤も絶対可愛いと思う。じゃん、こんな感じ。え、こっちの方がディズニー感あるな、絶対。こっちで行こう。待って、頑張って。これつけたままやった。よし。ということで、ちょっとバタバタな始まりなんですけど、こういう感じで5日間ね、コーデを見せつつ Vlog もちょっと撮りながらっていう感じの動画をやっていきます。じゃあディズニー行ってきます。はい、全身コーデがこんな感じです。T シャツにチュールをレイヤーすることで、簡単にちゃんとおしゃれしてるんだよってなるから、最近この合わせ方にハマってる。で、この GU のパンツが超履きやすかった。ベルトもついてて調整も自由自在で、チュールが結構可愛い感じになっちゃうから、それのバランスを取るためと、あとはシンプルに歩きやすいからスニーカーを合わせてます。We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna.ランチに来ました。めっちゃずっと行きたくて見てた、おしゃれなところなんやけど、ちょっと高めの良さそうなところで1時間ぐらい並んで、もう結構お腹が好き好きでヘトヘトなんやけど、見て、じゃん、バカデカクロワッサンが届きました。フォーグラールで、今日は今ここでランチをして、この後脱毛に行きたいと思います。今日もさ、こういう感じで肌が結構見えたような服なんやけど、そろそろ脱毛行かなやばいなって思ったので、しっかりね、綺麗にしてもらいます。じゃねー。はい、2日目はこんな感じで、このさ、オフショルトップスめっちゃ可愛くない？さっきのディズニーの時に履いてたパンツを買った時に一緒に買ったんやけどさ、東京に来ても GU 行くってさ、もうどんだけ GU 好きやねんって感じやんか。大阪にもあるのに。で、これな、着痩せするねん。で、スポーティー要素を足したかったから、トラックパンツを合わせてみました。最近マイブームで、ネイビーが大好きです。はい、ということで、銀座ファインケアクリニックさんに来ました。院内がめちゃくちゃ綺麗すぎて、びっくり。めちゃくちゃ清潔感があって、しかも広すぎるソファーもあったり、じゃーん、高級感のある院内です。で、ここがじゃじゃーん、パウダールームらしいねんけど、こんな感じでめっちゃ広いし、超綺麗で、しかもさ、見て、ドライヤーがダイソン、しかもアイロンもリファです。なんと
これは嬉しい。でここで顔照射する前に洗顔したりとか、あと施術が終わった後にメイク直しとかができるらしいです。洗顔した後はこの中待合っていう場所で待機できるみたいです。ありがたい、すっぴんやからこういうので待てるのは最高です。じゃまずちょっと気になるところが何個かあるので質問いくつかいいですか、はい、機械とかもいろいろあってよくわからないですけど何のレーザーがいいとかってありますか。そうですね、色脱毛を始めることを検討されているようでしたら、はい、熱破壊式がおすすめです。はい、熱破壊式のレーザーは毛母細胞自体を破壊しますので、うん、永久効果もご実感いただけますし、うん、少ない回数で効果がありまして治療後に毛が抜け落ちますので直後からご実感いただけましてモチベーションがすごく保ちやすいんじゃないかなと思います。契約した院以外に通うことってできたりしますか。契約した院以外でも予約可能です。銀座、新宿、渋谷、上野の4院どこでも通っていただけます。毎回違う院に行っていただいても大丈夫です。あ、そうなんですね、はい、熱破壊式で効果があると思うんですけど実際高いですかね。どれくらいでできますか。はい、今回はですね YouTube 限定のキャンペーンで全身5回を月々2500円から始めていただけます。学生の方でもお通いいただきやすくなっております。あ、すごい、2500円なら安いですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先生の診察を今から受けてきます。ありがとうございます。こちらから痛み確認を行います。どうですか。全然どこです。ありがとうございます。続けていきます。はい、照射ですね。はい、痛みも。すごい、今お痛みは大丈夫ですか。全然、なんかただ冷たいだけで、はい、痛さがなくてびっくりです。すごい。はい、ってことでホテルに帰ってきました。めっちゃすっぴんやけどごめん。今回さ脱毛受けたんやけどマジで夏肌見せが多くなる季節やんか。だからめっちゃやるのおすすめで、今回受けたのは医療脱毛で永久に生えてこないよっていうやつやねんけど、でなんか蓄熱式と熱破壊式っていうのがあって、で蓄熱式の方は医療脱毛でも全体で20から30回ぐらいかかるらしいねんか。でも熱破壊式やったら少ない回数で効果も出せるよっていう感じらしくって、だから今回は熱破壊式だけを使用している銀座ファインケアクリニックさんに行ってきました。医療脱毛ってめっちゃ高いイメージあるやん。でも今回は YouTube 限定のキャンペーンで全身脱毛5回コースが7万9000円になるらしい。だから月々にすると2500円でできるから超お得。概要欄に詳しく書いてるので気になった方はぜひチェックしてみてください。おはようございます。コーデ Vlog 今日は3日目です。でですね、今日はなんと大イメチェンをしていきたいと思います。で今から美容室に行く予定があるんですけど、そう言った通りね、イメチェンって前髪じゃ眉毛が黒いということは、そうです、約2年間ねやってきた金髪をやめます。ついにね黒髪に今日はしていきたいと思います。めっちゃさ久しぶりやし超楽しみでドキドキって感じなんですが、早速ね行きます。やばい、朝なめっちゃ急いで来ててんやんか。そしたら靴下を左右反対で履いてきてしまいました。こんな感じ最悪。なんかシアソックスやからさ分からへんねんな。ハッピーこんな感じでちょっとなんか下げてごまかすわ。よし、いけるいける。で美容室の下がカフェになってるねんけど、そこでいつも飲み物を調達してからやってもらいながら飲むから、まずはね下のカフェに行きます。あ、キャラメルマキアート？甘め？甘めです。あ、じゃあキャラメルマキアートのアイスで。アイス。はい、お願いします。
かわいい。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。思った思った、ちゃんと思った。可愛く仕上げてもらいました。はい、また来ます。やばい、めちゃくちゃ可愛く仕上げてもらいました。で、今から彼氏とカフェで待ち合わせしてるので合流していきます。楽しみ、初めて見せるの。トモヤと合流しました。どう？めっちゃいい。透明感がすごい。なあ、増したよな、うん、くすんでないよな。ずっと来たかったこの韓国カフェに来たので行っていきます。はい、3日目はこんな感じで、なんかさ、黒髪にするとよりカラーが映える気がして、もっともっとカラーコーデがね、好きになっちゃった。で、このバルーンスカートがマジ推し。なんかさ、バルーンスカートって結構おケツがでかく見えちゃうのもあるから、選ぶのめっちゃ悩んだんやけど、これマジ足細く見える。ウィーゴーの系列店やったかな、やから結構安くで買えた。ボリュームが出るから、トップスはピチめの T シャツを合わせて、ロゴの色とバッグの色を合わせてるのがポイントです。4日目です。今日は海に行きます。リアたちのすごく思い出の場所の仙南道具パークっていうところがあんねんけど、めちゃくちゃ綺麗で、なんか新しくなっててさ、カフェとかもいっぱいできてるところなんやけど、そこをね、今車で向かってます。でさ、黒髪になって、なんかもう結構慣れてきたんやけどさ、黒髪が今日は映えるように白のね、ワンピースを着てきました。後でコーデは詳細紹介したいと思います。なんかさ、黒髪になってからピンクメイクとかブルベメイクするのがもうめっちゃ楽しくなって、リップをな、最近超買っちゃうんよ。今日はこのヒンスの新作のリップ05番を使ってます。どう、ショーミさん、黒の方が似合うんじゃない？なあ、多分ブルベやからさ、黒の方がリア的にもしっくりは来てるかも。あ、そうなんや。うん、ということで向かっていきます。じゃじゃーん、スタバ調達しました。でな、トモヤな、トイレ行ってたから知らんと思うけどな、うん、店員さん気づいてくれてる。あ、そうなん、うん、よかったな。知ってくれててさ、でもリナ黒髪になってるからさ、あれみたいな感じ、ちょっと戸惑ったらしいけど、声かけてくれた。そうなんや。めっちゃ嬉しい。あの、あれあれ、ほうじ茶ティーラテがグランドメニュー、なんて言うんだっけ、グランドメニューな、グランドメニューになった。あ、そうなんらしい。なんかでも期間限定のさ、ところにあったよな。あったけど、昔期間限定で出てたのがまた出たのか、メニューになったのかわからんけど、初めて頼んでみた。ホットにした。あ、待って、めっちゃ美味しい。マジ？めっちゃ好きになこれ。ちょっともらっていい？うん、飲んでみて。めっちゃ美味しいな。めっちゃ美味しい。これいいね。これ最高。今日あったかいけどさ、日出てないからちょうどいいよな。ちょうどいいな。この後海行こな。うん。入らんけどな。入れだけ。そしたら今日のコーデをご紹介します。1個目はこんな感じで、海ってさ、やっぱりワンピース着たくなるやんって。そう。で、あと黒髪になったしで、もうめっちゃ清楚系になったろと思って白を選んでみました。サンダルはグレールのなんやけど、ちょっとパール感がある素材で高見えします。で、バッグは夏っぽく水色。これはシーンで安いのにな、いっぱい入るし可愛いから気に入ってます。ヨーヨーヨー、あ、いらっしゃいませ。 あ、取られた。いらっしゃいませ。何なさいますか？あ、抹茶フラペチーノで。ないです。コーヒーほうじ茶か。ほうじ茶かコーヒーだけ。これしかない。バナナない。バナナ系ないです。かわいい。かわいい。うん、これかわいいやろ。うん、キッズカメラ買った。
なんか今さ、あえてこういうエモエモな画質でちっちゃいカメラみたいなのがさ流行ってるっぽいから買いました。なんかシーンとかにも売ってるらしいねんけどな、普通にアマゾンとか楽天で買ったりだわ。これがなかったん、この白が欲しかったん。可愛いな、確かに。え、これなゲームとかもできるんで。いるそれ。そうゲームそういる、大事。あ、大事なの。暇つぶしになるし、あのパソコンとか携帯にも入れれるらしいから、うん、今日さ、海で撮ったら絶対エモいやん、うん、だから今日のためにな、間に合わせたくて急いで買って。そう、なんかいっぱい撮らない。うん、いいよ。よう、めっちゃ歩きにくい。牛でかすぎやろ。マジで気をつけてな、転ばんようにな。そうや、転ばん。For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I've found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming. ということで、コーデ Vlog 最終日5日目はアウトレットに来ました。で、めちゃくちゃお腹すいたので一旦腹ごしらえで、じゃん、マグロ丼を食べます。めっちゃ美味しそう、やばい。ではいただきます。食べます。無性にマグロ丼が食べたかったな。うん、うん、おいしい。で、今日はアウトレットでちょっとお買い物をして、あとな、アリナスチーマーが最近欲しくてさ、なんかこのスキンケアをより浸透させたかったり、毛穴の汚れとかをさ、クレンジングしっかり落とすときにスチーマーしたらめっちゃいいらしいからっていうので、スチーマーを今日は買いに来ました。トモヤ何買うんやっけ。うん、筋トレのなんか服、うん、ウェア、トレーニングウェア。いいね、いいね。今日な、小物はこんな感じで、ヘッドホンしてきたんやけどさ、これ偽物です。シーンで買いました。でもリナは音楽全然あの普段聴くタイプじゃないので、もう飾りというかおしゃれで小物として使ってます。いや、マジで聞かへんもんな。え、そう、ほんまにな。え、音楽アプリも入ってないよな。入ってない。昔はめっちゃ聴いてた、カラオケそれこそいっぱい行ってたからさ、高校生の時とか。でもなんかそんなにやな。家事とかしてる時もさ、YouTube 聞いてるからさ、そうそう。なんか音楽よりも誰かの喋ってる声を聞いてるのが好きやねん。寂しさが紛れるみたいな感じでさ。今日はバッグもシルバーで、シルバー尽くしです。ということで買い物してきまーす。あ、今日のコーデもめちゃくちゃ可愛いので後でお見せしますね。はい、最終日はこんな感じで、オニスカタイガーの黄色の靴をメインにしたコーデにしたかったので、服のトーンは暗めでまとめてみました。で、黄色とシルバーの組み合わせがめっちゃ可愛いってことに最近気づいて、この部屋はね、小物でたくさんシルバーを使ってます。はい、ということでお家に帰ってきました。ここからは今日の購入品をちょこっとね紹介しようと思います。まず買うつもりはなかったんけど、じゃん、アディダスで。今日もなアディダスコーデやってんけど、今日こちらのスウェットパンツ、ショートパンツを買いました。ネイビーでさ、めっちゃ可愛いねん。で、薄くて軽くて柔らかい素材やから、普通に部屋着とかパジャマでも使えるし、あのそろそろ本格的に夏に向けてもう一回ね体を絞ろうと思ってるから、その筋トレの時のトレーニングウェアとかにも使えるし、普段着でも合わせ方によっては可愛く着れるかもって思って、2500円やって、安くない。と、あとスチーマーゲットしたよしかも見てたやつで欲しかったのをね、しっかり買ってきました。なんだっけ、フェスティーノっていうところ。なんかさ、スチーマーってほんまにいろいろ種類があってすごい悩んでてんやんか。で、高いのってめっちゃ高いやん、5万とかするやん。うぃーと思って、5万はちょっとと思ったので、まあ、1万5000円ぐらいで買える、まだスチーマーの中では買いやすい値段の、でしかも良さそうなこれを
買ってみた。こんな感じやねんけどさ、ここはな鏡になってるから見ながら使えるし、でさリナ髪の毛をな黒くしたやんか。で今までハイトーンずっとやっててさ、結構ダメージがすごかってパサつきとか切れ毛とかがやばかってんけど、黒髪になってもパサつきが目立つとちょっと嫌やなって思ってんやんか。やっぱ黒髪にするからにはツヤツヤで綺麗な、そうツヤ髪にしたいなと思って、そうしばらくはブリーチお休みするからなっていうので、このスチーマーがな髪の毛にも当てれるらしくて、そうだからめっちゃいいやんって思って、この辺の髪の毛とかデコルテとか、うん、この辺も全部トゥルトゥルにしちゃおうぜっていうので、スチーマーもね欲しかったってな感じで、5日間のコーデ Vlog やってみたんですけど、いかがでしたでしょうか。まあコーデ以外にもね、ちょこちょこ日常の Vlog とかも回しながらできて結構楽しかったんけど、好評やったらね、またやりたいなって思います。この動画が良かったら、高評価とコメントとチャンネル登録お願いします。あとインスタビュア TikTok もやってるので、そちらのフォローはぜひお願いします。ということで、バイバーイ。ちなみに髪の毛ハイトーンか黒髪どっちが好みか教えてください、コメント欄で。うわー。